レディアナ。はい。私がお前のおじいちゃんになってやろう。さあ、おじいちゃんと呼んでみろ。聖火に対してそのような無礼な真似をできるわけがないじゃないですか。私が許可すると言っているのだ。そんな許可いらないんだけど。それは実に光栄ですが。聖火、少々よろしいでしょうか。なんだ。姫君、失礼します。礼物、孫との大切な時間を。急におじいちゃんだなんてどういうおつもりですか。お父さんと呼ばせるにはさすがに年の差があるだろう。確かに実際の年齢を考えるとおじいちゃんもちょっと…ってそうじゃなくて、急に姫君を孫娘として受け入れるなんて一体どういうおつもりなのか聞いているのです。お前が親しみやすさを身につけろと言ったからだろうが。私が祖父になってやると言っているのだから、これ以上光栄なことはないだろう。光栄？この人は…どうした？どこか痛いのか？レリアナ。どうだ？これでおじいちゃんと呼んでくれるか？